ジョン・クロスターマンによる肖像が1710年頃。ジェームズ・クラッグスはイギリスの政治家。南海放末事件で罪を成したが、死後に歌方による儲けが没収された。同盟の息子ジェームズ・クラッグスは戦時大臣と南部担当国務大臣を歴任した。ウォルシンガムのアンソニー・クラッグスとアンモア・クロフトの長男として生まれ、1657年6月10日に、 ウォルシンガムで洗礼を受けた。初期の経歴について不明な点が多いが、1684年にはノーフォーク公爵の華麗になった。その後はマールバラ公爵に雇われ、マールバラ公爵夫人、サラ・ジェニングスの目に留まった。1695年3月4日、今度は陸軍向けの衣服商人になっていたクラグスは、抗金使用について調査している委員への、 小母提供を拒否し、3日後に庶民員に召喚され、抗金使用の調査を妨害した角で、ロンドン島に投獄された。しかし、マールバラ公爵夫人の影響力で1702年に、グラムパウンド選挙区で庶民院議員に当選、以降1713年まで庶民員議員を務めた。1702年に、イギリス東インド会社勤務になり、ついで兵坦補給部長も務めたが、 アン・ジョウの治世末期に解任された。ジョージ一世が即位すると、1714年11月19日に、兵団補給部長に復帰、翌年には、コーンボリス男爵と共同で、郵政長官に任命された。南海会社の理事ではなかったが、南海放末事件では、取引に深く関わり、1721年初には、庶民によって任命された秘密調査委員会の、 査問を受けた。委員会の3通目の報告書によると、南海会社は会社株をクラックスに提供するために拠出しており、クラックスもすでにその一部を受け取っていたという。しかし、クラックスは、庶民委員が委員会報告書の検討を終わらせていないうち2721年3月16日に、旧市、チャールトンの境界墓地に埋葬された。クラックスの死因には、病死説と、 毒を仰いで自殺した説がある。エリザベス・リチャーズと結婚して、三男三女を設け、うち二男が溶接した。ありがとうございます。